もしかして私普通に忘れられてる？うん多分。うん多分じゃねえ。っていうかこのくだりも前もやったな。ゴルドを返してくるの待機してたけど外れ。ほら。結構惜しかった。今のでダブルダメージ入ると格別嬉しかったと思うわ。前うまいリンクにボコボコにされてたが。あそこまでの弾幕さばきはそうそういないから大丈夫。弓矢腹に受けても大丈夫なのか、うん、判定の問題だから大丈夫。よしこれはかなり安い部類ね。こうなってくるとかなり流れがいい感じだわ。ゴルドを立て続けに食らうとメンタルもかなりくるよな。はずれ。頭に思いっきりぶっ刺されようがデデデにはつかない。どんな状況だよこれ。普通にここは立ち上がって、はい、オッケー。すんなりつかめたな。うん残念、もっと相手の回避を見てから食う前に見ることだな。確かにね。よっしゃー。どう？決まった。ゴルドを避ければあと引きがハンマーに当たって死ぬ。前からちょいちょいやってたけど改めて決まったな。ガードを張りながら必死にラインを詰める。残念、近づいても弱で反撃される。ちょっとまずい。次はゼルダね。ゼルダの伝説シリーズが続くぜ。あとちなみに次回作のゼルダの下 D めちゃくちゃ強くなってるからな。マジか。のつかみも残念。ピンポイントで避けられたわ。図式は何か面白かったぜ。うん、これ結構痛い。まあそれで威力弱いのは悲しすぎるからな。うん、あれ間に合わないんだな。思ったより後引き短いのね。あれやった。後から行ってくるゴルドウ。あ、危ねえ。まだ上にいるぞ。これたまに出すと引っかかる多段攻撃。ここでもう一回読み合いだぜ。うん、さっきのその場上がりからの、その場回避してたからそれ読みに行った方がいいかしら。これからも続くようじゃここ一番で狙ったらいいと思うぜ。見た目以上に攻撃範囲が狭くて辛い。逆から突き上げー。なかなかやりおる。今のはうまいな。ワンストップは譲ってやるわ。崖攻防。甘い。なんかもうちょっといい攻撃ある。これちゃんと当てろ。なんか下までくん目が当たらなくなってきたわ。正直最近やってないから鈍ってるな。これはラッキー。ゼルダの稲妻キックの結構後引きあるからチャンスよ。やったぜ。ナイス反応。これはかなり相手さんのメンタル的にも辛いわ。ゴルドウ何倍にして返すスタイル。今のはナイスすぎる。うまく高速しつつ反射ゴルドウをぶつけることができたわ。マジか。今の掴み通らないんだな。危ねえ。いやけどまだ今後は続くぞ。痛すぎて笑えん。 50% ぐらい食らったな。ゼルダの伝説シリーズはこうもみんなパワー重視なのかしら。確かにこう見ると真空以外は完全にパワー型だな。これは空中吸い込みでだ。今の吸い込めないのか。それな、あの距離で吸い込めばもう時間の問題だと思ってたわよ。これはラッキー。ゴルドを一発当たるだけでだいぶ気持ち楽になるよな。危ねえ。完全に切られたけどなんとかガードが間に合ったぜ。デデデデの稲妻キックならやられかねない。確かに崖際で食らったら完全に終わりそうだな。なかなかに緊迫した立ち回りが続くけど、まあまあ順調に反応忘れてるな。危ねえ。デデデだから耐えれた説あるわ。復帰阻止か。危ねえわ。あんな復帰阻止に対してきっちり判定したぜ。デデデを上方向に飛ばそうなどと考えないことよ。いやそれは普通にありえるけども。判定していくのがデデデのいつものパターン。おおなんだ、全体的にえらいモノクロだな。おい、歴史を感じさせていくわ。 3DS じゃ白黒のプップランドのステージあるけどな。スイッチの方でステージ全部結合されてまずいまずいまずい。回避仕込め回避。危ねえ、メタないとと違って避けれるのが幸い。だがメタでもそうだが幸先は決して良くないぞ。今の掴まれなくて超ラッキー。ゴルドを餌にしてこっちの空母を入れていくスタイル。カービィちゃんの攻撃反省ではゴルドを跳ね返せない悲しみ。ゴルドが消えた？跳ね返しまくってとうとう耐えられなくなったか。今のはラッキー。ガードされてたら反撃取られてたやつだぜ。まあこうやって殴り合いになれば体力の差で普通に勝つんだけども。2倍ぐらい違うしな、誇張なしに。下方向から刺してくるゴルドー。あーこの流れになるとカービィちゃんかなりきついぞ。空振り、あよっこらセット。あ、だがちょっとカス当たりだったな。上方向にも判定あるけどクリティカルにはならないのよね。やったわ。壁に押し付けてもなおバーストする吹っ飛び。まさに白ボールぞい。太鼓腹からの上手を入れて食らえ。ガード硬直が長すぎて半角取れないカービィちゃん。それにしてもここでゴルドーはさすがにダメだったわね。まずい。ガード崩しだろ基本吸い込みは。おい、危ねえ。危ねえじゃねえよ。さすがに今のは無謀としか思えなかったわね、自分でも。へえ。なんかいろいろおかしい動きが多いな。っていうかお前もうふざけてるだろそれ。ストーンを頭で受け止めてカウンターする作戦だったのよ。終わり。白黒対決は終わったけども、なんか相性はいまいちだな。豊富な飛び道具があるだけでゴルドーがかなり縛られてしまうわ。というわけで開幕突っ込む。その判断は間違いじゃないと思うぜ。よっしゃー。
2回目は惜しかったけど開幕はいい感じね。危ねえ。慎重に掴んでダメージを稼いでいくぜ。あー前攻撃で着地するとなかなかリスク大きいんだけど、こうを制したな、うん、そこまでジャンプで食らいついてくるのね。しまった。今のクエヌ攻撃はなかなかに無謀だぞ。えダメージかなり追いつかれてきたけどゴルドーで取り返していく。あれあーす、地味に働く爆弾くん。あの高さから投げたら爆発しないのね。どう？これはなかなか慣れてるリンクだぜ。ツイスター落下は事故が怖くてなかなかできないわず、センター当てならガードされてもセーフ。リンクのクローショットでも間に合わないな。飛び道具ハウーン上からいっか。よーし崖じゃんけんだぜ。ブーメラン危ねえ。跳ね返ってくるからな。さあもう一度崖に行きなさい。地獄の崖のゲーム。おまけに爆弾ダメージもゲット。けどブーメランがなかなかに邪魔してくるわね。あかん。おーおお。綺麗に爆弾コンボ決められたわ。痛い。ここら辺応用がきっちり効いてるし、やっぱりうまいぜこのリンク。流れが非常に怪しくなってきたわ。でなんでそんなうまくその場落としができるのよ爆弾。要練習だな。ゴルドーに引っかかる可能性があるから非常に鬱陶しい。っていうかもうダメージとか。あマジかよ。強気のダッシュ攻撃、これで撃墜できたのはかなり大きい。手で徹底されるとバーストなかなかに大変だからな。お互いの防御力と攻撃力考慮すると大体耐久力同じぐらいなのよね多分。このまま粘ればだいぶ勝機あるが。風がいったな。じゃあ危な。今のゴルドンに弾かれて助かったのかもしれないな。確かにいくらで出てた。あかん。耐えなかった。今爆弾を崖近くに置いて回避上がりかりかな。まあ暴れたら判定負けたわけだが。デデデの吸い込み。いや違うからそれ。なんで重量級でおじさんだけあんな掴みが狭いのよ。いい加減にしろ。それはそれでバランス取れてるのよ。今の後ろ攻撃は意味なかったわね。今のところいい感じに攻撃決まってるけどな。さすがに無理か。回避上がりお願いしたすま。ラッキー。けどゴルドーばっかでかなりワンパターン総菜が大きくなってきたな。確かに食うことゴルドーに頼りがちになってしまうのが問題。爆弾投げてきそう。クリーンするか。なるほど。じゃあーす。今のナイス判断。なるほど対空で爆弾様子見してる相手に滑り投げをエスマが刺さるのですね。参考になるぜ。まずい。両の滑り投げつかみと爆弾の卓迫るしかなかったもんね。あれでも十分強いのがオケバルクオリジー。ここまで何重にも弾幕を張られてしまうと、完全にゴルドーが封じられてしまっているわ。危ねえ。なんとかガードが間に合ったぜ。ここでデデデの崖ゲームよ。残念。やっぱりその場上がりにひたすら合わせるの難しい。逆に合わせれるようになったらかなり脅威になるけどな。そもそも反応速度的に可能なのか知りたい。で今の相当危なかったな。かなり危なかった。惜しい。これ逆反射にもホーミング機能つけてほしい。いや別にホーミングとかもともとないから。そもそもどういう仕組みでこのゴルドーが動いてるのか知りたい。残念。危ね。今のひたすまとか間に合ったかな。月にはきっちり相応の技ぶつけないとダメだぜ。かー。リターンが響いてしまった。撃墜チャンスを逃して逆に負けると。ひたすまのエスマがいまいち信頼できなかったとはいえさすがに、リンクの回転切りには当てれたわね。そこきっちりリターン大きく稼がないとな。今のは本当に反省しなければならない。次はリュウだぜ。リュウ、デデデはそんなに一着戦仕掛けないから、リュウの昇竜拳暴れはそこまで気をつけなくてもいいと思うんだけど、しまった。まあそれはそうだが、昇竜拳連携で十分当てれるから絶対的な強さあるんだよな。デデデ上方向に強いから多少楽なわず、いい判断。後ろに回ったが空中後ろ攻撃できっちり反撃取られたぜ。やったぜ、ほら。安定のコンボ。そこからの展開もいいからゴルドーもなかなかに刺さる。これでギザギザ当たってしまうと相手からするとめちゃくちゃ辛いよな。まずい。下スマが惜しかった。危ねえ。まあまだ軽傷で助かったわ。昇竜拳で締められるパターンだったのかな。もう一度ゴルドー。はいもう一回遊べるドン。これを食らえ。竜巻じゃゴルドーごと返しながら進めるよな。これは選択を間違えたわね。惜しい。普段なら繋がってるはずなのに。あかん。それは引き丸出しだぜ。まずい。今の空下カスあたりに強い一直線だったぞ。本当にそれで格殺されるから怖い。セービングにゴルドーを当てていくスタイル。ちょうど噛み合ったのかな。もう一度。惜しい。反射神経しっかり。いやうて今の見てから判断はなかなかにシビアだと思うけど。確かにそうだがあれから空上当てれたら PV ものだぜ。シールドは割れない。確かにそうだけども。危ね。お相手シールド小さいうちに攻めるんだぜ。強力な空母。ギャーやめろ。じわじわ詰めてくるスタイル。危ねえ今のはさすがに昇竜拳で死ぬところだったわ。だがそろそろバーストしたいところだよな。確かに、ホカホカが乗って逆にこっちが倒されてしまうわ。あかん。危ねえ。ここよりあい。攻撃当てた方がワンストック落とせるな。強力の空中後ろ攻撃。バレバレだがシールド小さいしゴリ落てるかもだぜ。やったぜ耐久力の差でデデデの勝利。まだ耐えれるのか後ろ攻撃を。それが強みだ。そして一瞬でリベンジされていくスタイル。そういえば無敵だからゴルドーの痛みが全くないわね。後のセービングに容赦なく刺さるゴルドー。よっしゃー。この2回はでかい。せー。
か。倒すときは一瞬で倒すレベルの立ち回り。確かにレイパーから普通に8秒ぐらいで倒したよね。それじゃあ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。で次はいつになるの？は？だから次回はいつになるのって言ってんのよ。いやそれはお前が決めるとこだろ。いつもの調子が止めたこれ終わってから数ヶ月経つじゃない？お察しがいいな、さすがだぜ。あー